大会されます。マツダスタジアムの広島横浜11回戦は6回の表まで終わって2対2の同点です。ピッチャーは広島篠田、横浜チームが投げています。秋田小町スタジアムヤクルト中日11回戦5回まで終わって5対5の同点です。ピッチャーはヤクルトが吉取から星本、中日が中田健一から久本、中日を投げています。東京ドーム巨人ファンの12回戦6回の表まで終わって7対0と巨人が勝利、ピッチャーは巨人が東堂、阪神がオッサムから上野を投げています。もう傘をさずに出てきているお客さんが多
その後関西最大を経ているという一つの経験を持つマウンド上の高橋から今日2年目ワンアウトランナーありません。バッターボックスには7番の西勢が入ります。今シーズンプロ初勝利をしてからわずかに1分間4勝目に